林さんにはペコちゃん勧める。はいマジですか。本当に来たわ。示されて、そうです。でこれ喋ってて、はい、ミオちゃん、ミオちゃんみたいな私です。どうですか、ミズミズは。いや、やっぱ気になりますか。やっぱ気になるよ。気になりますよね。顔が知ってると、あんなになると、まあ、あとは料理だね。ありがとうございます。料理はひどい。料理全体と比べちゃダメですよね。違うんです、私比べてないんですよ。やれって言われたんで。顔出ししろって言ってるんですけど、別に可愛らしい顔しようじゃないですか。なんで顔出しないの。恥ずかしい。今はもうハードルが上がっちゃった。いや、出すやるのがいいと思う。そうなんですけど、ほら、ほらほら、それ余計みんなの妄想なってきて。あ、そうですよね。今結構ひどいですもんね、それが。妄想が。そう。今日はゴルフだったっけ。あ、そうです。朝上がってましたね。家事とかなって、こんなイメージで、この間料理のイメージで今日からじゃん、思って。あ、吹けてるか、吹けてるか。もうイメージギャルですよ。今日からでイメージ。確かに彼女はわりかし1週間に2回ぐらいは評価されてますね。ローテーション、ガッツリローテーション入ってるから。そうです。本当にどこで買うの。インパクト強めにいかないと。だから余計気になると思うんだよ。そうですよね。出したくていいよ。出したくていいですか。こういう人かもしれません。じゃあ視聴者に向けてどんな顔って芸能人とか。いいですね、それ。面白いと思います、それ。まあ一言目は可愛いだよね。ありがとうございます。ああ、それ嬉しいね。嬉しいです。でもいいよ、元気そうだから。元気そうです。あ、元気だけはあります、うん、でも本当に出した方がいいや。出した方がいいですか。ただ、ショーコンちょっとやきもちやったもんね。大丈夫、ショーコン出してみて。出せ出せって言ってきます、ずっと。もっと評価上がるかもわかんないし。ああ、そうですね、ファンが、うん、ああ、それは間違いなくあるだろう。やきもち、やきもち出せ出せ言う割に出せ出せ言う割に。出したら次隠せ隠せって言ってるかもしれない。いや、これじゃ最後までちょっとお待ちください。旦那さんいつも平日休みじゃないですか。日曜日休みですか。土日が休み。あ、土日休みですか。うん、あ、今日はたまたま本当に。あ、だから土曜日か。今日土曜日で、そのお休みに合わせて着工の日を。そうそうそう。あ、そういうことですね。近くだからいろいろ見たいさ。あ、そうですよね。あ、だからカンタもおるでしょ。そう、カンタ今調べてます。だからさっき言ったんだけど、はい、朝挨拶に見えて、はい、一言、カンタ君じゃん。なんか知ってる人に組んでもらってるけど、あ、岡部じゃんみたいな。まあ、なんか岡部君いるじゃん。まあ、あれですよ、急遽人気があったんですね。そうです、そうです。あ、そうなの。本当はケンタロウになっとったんですけど、メンバーだったんですけど、昨日連絡して、うん、まあ、話して、昨日夜もちょっと撮影あって、その時に、あ、ぜひ行きたい、ぜひ行きたいってなって、メンバー夜、朝入れ替えました。朝入れ替えました。冗談で行っとったんだよね。社長君来るかも。そうそうそうです、そうです、そうです。で、まあ、急遽行ける。前回横浜行った時の動画見ました。新幹線でヘルメットかぶっとくの。あれじゃない、ショート動画で。その日の多分ショート動画ですよね、多分それ。おはようございます、新幹線降りたところから、あのホームでこのヘルメットとこれ持って歩いとって。何やってるんですか、何やってるんですか。違う違う違う、ヘルメット。これ忘れとった。それかぶってきたんですか。これかぶってきちゃった。本当に本当に恥ずかしいですよ。どこへ行くんですか。ねりかえ道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日大阪で、7月17日日曜日名古屋で、とび職限定の建設業交流会を行います。社長さんだったりとか、一人親方の方、まあ、個人事業主の方、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。でもどうなの、社長とずっと一緒になって。もう何にも感じないですけど。いや、俺の方が気使ってます。そうです、何にも感じないですね。注意してるし、注意とか言うし。言わないですけど。まあいいや、まあ言って、このキャラで俺にガツガツ言えるのは保護者いないじゃないですか。唯一無二じゃないわけじゃないですか、そこだけは。それはまあ帰れないね。そうそうですね。他は大した仕事はしいんですけど、段取り悪い。仕事は本当に。お客さんの前にマスカのためだし、仕事は本当にできないんで。それはまあまあ唯一無二が一個あるから、まああんまりそこはちょっとずつ思い出がいいなって。もうなんか言うと難しい無理。難しい無理がなんか口癖みたいな感じなので。想像つく。今もその話してて、お前な、難しい無理って。入るって言っただろって、ネギンの方がというか頑張れよって言ったよねって。だけど一個一個難しいんだわ。ちょっと分かっとるけどってずっとそれ買いましたけど、頭悪いんでできないんですよ。アットホーム的でいいよね。あ、そうですね。
変なのこっちも緊張感持たないし。あでもこれが多分サービスの向上ってなんかよく言うじゃないですか、なんか社員満足度が顧客満足度につながるって言って、これが通用する年齢が全センターじゃないからね。あそうですね、これが20代80代の人はちょっとと思うかもしれない。ああまあそうですね。でもまあそれで一気にフィットしてるのが一番だよね。あそうですね、みんながちゃんとお客様を喜ばせようみたいな、まあ、変な言い方、いい言い方なんだけど、はい、堅苦しくなかったし。ああなるほど。ああごめんなさい申し訳ないです。そういう悪い意味じゃなくて、あ数字だけ出てきて、あそうですね、じゃなくて会社員みたいな。そうです、あそうかもしれないですね、うん、それは結構、うん、みんな頑張って黙々とあそうですね、面白いやつばっかりいじったってください。 いじりがいがあるメンバーしかいない。どこまでいじっていいかわかんない。もういじり倒したら大丈夫。変なやつはやめてくるでしょ。それはそういうなんか裏書くとか自分だけいい思いしたいとかが、そういうのにもう、うん、なんか自然と圧かけてくるんで周りが勘違いするのができると怖いよね。そうです、そういう子がやめてきますから、僕も そこはやっぱ徹底的に雑草抜くんで、やめろとは言わんすけど、やめたかったら全部やめてけって僕はいつでも言っとるんで。それが一番怖いことだよ。確かに人を大事にしとか仲間大事にしとかは結局お客さんとか大事にしないんですよ、ね、営業って管理もそうですけど、うん、やっぱ横着になるんですね。エリアでやってくれてる職人さんの中では一番若いです。35、6ぐらい。ジュニオちゃんはもう体験で塗ってけば。ああ、いいじゃんいいじゃん。ここ塗らせてくれますか。いいよとか条件は顔出しね。条件は顔出しで、ね、うちの壁触るのが顔出しだよって。うまいですね顔出し。それによってあの負けてくれとは言わないから負けてくれからって。顔出し顔出し、うまいね。うまいですね。やっぱ見てくださってるだけあって。どう扱いがもうすごいです。機械だからここで出す。ここで私をこの動画でさばけ出す。出したらすごいよね。すごい。いやこれすごい。他の視聴者がよくやってくれた。よくやってた。多分すごい おめでとうが、あのありがとうおめでとうがすごいと思う。そうだね。取るんだからね。お前。いただいてるんだからね。圧がすごい。圧がすごい。やばい、いつもチームのはずだ。メコさんまで敵に来ちゃってるもん。やばい。いやマスク越しだったんかい。 いつも言ってくるんですよね。マスク越しだったんかい。ちょっとそういう時は化粧をガッチリしとかないといけないんで。ガッチリしとるよお前は。今日ダメです。その前に遠巻きにこれぐらいだったの。これぐらいだったら、これぐらいだったら遠巻き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 今日迷ってやめたぞ。僕は素でできるよ。顔モザイクで全部。いやもうマスクが迷彩以外大丈夫です。ここだけ使ってるから。もう迷彩なんで。喋りながら自分がちょっと恥ずかしいじゃんな。いやだから私それになるつもりすぐ。それが無理解動作に入ったんだ。カメラマンってでも顔出さん子多いよね。そうですよ。だから裏方って他の YouTube でってこと。そうです。裏方って出す人いないじゃないですか。私裏方のはずなのに、なんか裏方に裏方だけじゃもうなんかあのアフレ返っちゃってるもんね、キャラが。裏方だけじゃもったいない。収まってない。アフレ返っちゃってるもんキャラが。カメラ顔真っ黒。狭い。やりづらい。はい。やりづらい。やつ顔真っ黒。いつまで。まあまあこんだけあの期待値上がってるとお前らしっかりした仕事もやばいぞ。最後まで追いかけてくる。締めで入れたんだから岡部と関東。入れ替わりだもん。そんな事情が。じゃあまあこれもうこれ多分一本にしょるか。一本で入りきります？いやそれかもう最後まで取りたいな。ああ、観光まで。じゃあ解体も簡単で。そうそう、ね、このね、旦那さんの気持ちがだんだん変わってっとるから。そうですね。良くなってるから、まだ回しの頃には。その時出てくるね。もうその時間あるじゃん。それは面白い。それやだ。そこちょっとやりましょうか。あ、面白いかもしれない。逆にこっちも綺麗に残っていくのかな。ああ、そうですね。それは間違いないかもしれない。そうですね。じゃあ、ペコさんが行くとき呼んでくれれば。行こうか。駆けつけます。今、タイトル打ち合わせでもする。練り替え道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。
ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日大阪で、7月17日日曜日名古屋で、とび職限定の建設業交流会を行います。社長さんだったりとか一人親方の方、個人事業主の方、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。はい、はい、戻ってきました。そうです。顔出すって決意したらしい。決意した。でもあの後出しました、一回インスタグラムで先に。あ、そうだろ、はい、この動画では出すらしいです。結構あのオレンジの色がやばい。ユージの中どうしたの、どうなるかな、これ足まとって。まあ足まとったらもう楽しみか。楽しみですね。でもめっちゃくちゃいい色してる。めっちゃくちゃいい色。だから先週の段階で、はい、下塗り白だったので、はい、で部分的にこう中塗りに塗ってもらったんだけど、はい、白にオレンジってすごいことがあったな。そうですよね。内緒に。まあ最初はオレンジが強すぎて、こんな強いのさわーと思って、でなんかベランダ入れてくれたもんで、はい、まあまあ想像通りだ。ああこれまあこれ濃い色になったらそんなに出たんですね。結構オレンジだよね。俺も想像したよりオレンジでもなんかおっと思って。でも僕こういうの好きなんですよ、カラフル。でも可愛い。可愛いよな。最初のイメージはレンガ調だったんだけど、はい、オレンジじゃん。そうなんです、もともと指定しとった色がレンガ風の赤茶みたいな。あ、結構オレンジですよね。どうですか、職人あんまり喋ってないですか。いや、だから土曜日先週あって、うん、喋ったら普通に、はい、愛想の方があれで、結局ずっと見とったら緊張するかなと思って。はい、ちょっと喋って、はい、お願いしますね。あ、はい、あんまりそんなに喋らず、この間のアシスタントでずっとほぼ3日以上撮ったんだけど、はい、すげえな。あ、思った時が足場でしたね。そうそうそう、これで組み立てて、あ、それがあの後で組み立てて、はい、まあ、もちろんインスタ YouTube なんだけど、はい、まあ、わけありありとやってるのが好きだったけど、はい、結構みんなキューピーしながらやってくる。あ、これが本当の姿なんだ。あ、なるほど、これ使ってください。確かにみんなピリピリしてるかもしれない。あ、ピリピリ、まあ、あ、なんとかこうやって。そうだよ、YouTube やっぱり撮影で、まあ、社長があると、まあ、楽しく、うん、やっぱりその場の雰囲気があると思うんだけど、はい、結構違っていい意味で、あ、真面目にピリピリしながらできるわけよ。今の話 YouTube で見とって、まあ、どうなんだろうと思った面もあったんだけど、はい、やっぱり仕事はどうぞ。いいとこだぞ。美味しいところだぞ。イベントじゃないから。いいね。これお客さん増えますわ。結構まあこっちも最初ミーハー気分な面もあったんだけど、はい、ちゃんとしてるじゃん。あ、雨降ったら飛行機伸びてみたいな。あ、そうですね、天気。この間、あ、でもこの間降った時にはもう終わったんですね、昨日か。終わってた。昨日かなんかもう雨降ったじゃないですか。終わってて。ちょうどで雨降ったのが、芝組んでもらった日の夜から降って次の日。あ、でも日降ったんですか。シールはどうだったんですか。シール見てないですか。シールもだけこの辺やってもらったの見たんだけど、故障したとか見てないんだよね。あ、やってるとか見てないですか。うん。ある意味、この辺が、まあ、こっちも心配はしてたんだけど、はい、どう補修してくれたのかなっていうのが、はい、本来知らなかったんだけど、シーリング全工事じゃないですか。だから多分全部補修とかしてまで入ってますよね、うん、シーリングとあとあの窓周りの割れとるところ、はい、ああ、壁のクラックとか結構あったんですか。結構ね、ここは、はい、壁が反ったり、はい、あと裏とかもあったもんで、はい、まあ、その辺ちゃんと 見ましたって話もしてたもんで、はい、もうだってあの結局営業が一個一個伝えれんじゃないですか、ぶっちゃけ。そうね、足ばっかかってるのに分かんないんですよね、営業。僕も見積もり取って。そうなんですよ、ね、だからやっぱ職人に自分たちで気づいて、やっぱダメなところ、ああいうところはやらなきゃいいよって言うんですけど、なかなか職人って発想がそういうのないもんで。そうね、あの、まあ、この話するんだけど、はい、見積もりって綺麗っていうのは絶対分かると思うんだけど、はい、その工程で
こういうこともここは悪かったですよ、示してくれて、はい、こう直しました、はい、この上から伸びますっていうのは本来企画上ですよね。あ、知りたい要素の一つがあるよね。あ、そういうことですね、うん、ここに募集してやろうとか出ないと言ってからでもほぼ分かんない面もあると思うんですよ、はい、だからまあまあ日本語としては、はい、まあ、言えばよかったのか分かんないんだけど、はい、そういう収録したところを見せてくださいって言えば分かんないと分かんないでしょう。そうですね、受けたら安心しますよね。そうそう、でまあ、今ね、まあ、スマホでも何でもあるし、はい、でこうやって収録しました、こうなってましたっていう、あ、まあ、これは誰かの手間にはなるもんで、なかなか言いづらい面もある。でも職人がやってて営業がやれって言うと何回も来なかったし、そうそうそう、最初と最後も見なかったし、うん、で職人、あ、それちょっとやらせるのも面白いな。だから本当に今 LINE とかでお互いに飛ばせますもんね。職人からの営業に飛ばして、営業からそうだから、プランナーさんとは今そうですね、グループラインにあるから、はい、他の塗装屋さんどうしようかわかんないんだけど、はい、塗り替え道場さんとしては今後安心する材料なのか。ああ、そうですよね、うん、特に家いないと、うん、そうだから余計不安になりますよね。ごめん、パパパパ仕事こうって言ったら、大丈夫ってなりますよね。多分なかなか言えないと思うんですよね。職人さん一生懸命、まあ、暑い中にやってくれてるし、でもやっぱりその辺が客側としては知りたい一面でもあるのか。さっきから話す横とか裏とか屋根絶対分かんないのか、はい、こういう機械しかどんだけ傷んどるかっていうのは分かんないし、はい、うん、みんなできればいいのかなと。でもそうですよね、うん、確かに、まあ、最初は言ってたのがいい作品を作ってくださいと、はい、いい作品ができたじゃないですか。あ、これはでも色もいいですよね。これがなんかまた違うなと思うんですけどね。なんかブランド色じゃないから、うん、余計作品って感じがしますよね、これ。ただ塗ればいいじゃなくて、はい、いかにして綺麗に、そうですね、どうすれば綺麗なとか分かるもんね。あ、そうですね、まあ、ただ塗るだけだったら誰でもできるけど、まあ、プライド持ってやっとるかやってないので、そうですね、その職人さんも結構いると思うんだけど、はい、一人一人が自分の作品を作っとると、まあ、そうですね、うん、いう感じで役もらってると思うし、はい、もしプライドを持った方がね、いろんなことは経験しながらやっていかないと。で、ただ今の話、表面塗るだけでもずっとは何年かしかそこはちゃんとできてなかったので、そうですね、補修と、要は塗っとって、あ、ここはめくりやすいなとか、雨漏れだとか、そうだよね、あと剥がれ、うん、とか浮くとことかあるんですよ。変にシール打っちゃったら水って上から下に流れてくるんで、うんうんうん、やっぱここは吸い込むから全部逃げれるようにシールも打っちゃうんとかもあるんですよ。あ、そういうことね。拙者の中でも全部ああいうところも全部埋めてっていう人も多いんですけど、あの隙間も、そうそうだ、あれ変に埋めたらもう水が逃げないから、それをね、この塗装の職人さん来た時に、はい、下塗りの時でも結構分かったもんで、はい、ここってどうするの、このままなのとか、結構その空気入れたり、はい、で空気コンプの役割もするから、はい、このままのがいいですよっていう提案くれて、はい、で今の社長の話じゃないけど、お客さんによってはそこ全部埋めてくれて、そう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 、言われれば埋めますけどと。ああ、そう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 、でも膨れちゃったりするんですよね、やっぱ。ああ、この、そういうことですね、うん、まあ、本当はもうシーリングは埋める方がいいですよね、うん、だからまあまあそっちの方がいいっていう判断で、みんなこれ気になるんですよね、多分。そう新築の時は多分気にならんけど、まあ、これ塗って綺麗になると気になるんですよね、みんな意識してこうやってこのベンチ、このベンチ、この隙間ね、これ結構言う人おるんですよ。なんでここ直してくれんのって言って、いや、直して最初からするんですからね、うん、そういうことだから、まあ、シール、そうですね、シールがないと、あ、そうですね、塗れば、で、変になんかずっと太くして、そうですね、で、変にシールってもやっぱ取れやすいし、そうだから逆にキチキチやってくるので、まあ、重くなって焼くんだったらやるんですけど、うん、だから変に塗るんだったら絶対やらないといけます。反対に、そうそうそう、これ平らのとこだったら余計目立つのかな。ああ、そうですね、まあまあ、これは本当にそうですね、まあ、それもありますよね、横サイズですね。そうだよね、気にならない、気にならない、今気になってるんですよね、多分言うってことは。いや、どうだろうかなって隙間だなみたいな、反対に近くに行かないと分からないと思うんですよ。足場バランスとまたちょっと違ってくると思います。
ちょうどいい動画撮れるんじゃない。社長が社長やってる真面目だよ。もうやめてるやんな。安全帯もない。安全帯作業トーク持ってこなかったの。私のすか、うん、私作業トークないっす。ないっす。見るとありますよ。あ、そういう作業トークね。そう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 。僕とカメラマンでやるわけ。そうです。もうあとはまあ結構自分で一人に行ったりとか。あ、そうだね、最近なんか一人で上がっとるやつあるよね。そうそう、社長に行ってこいって言われた、ね、あ、そうそう。あと夜夜、ね、飲みを取ったりとか、ね、あとは結構やっぱ打ち合わせもあるんで、あのあと動画の確認とか編集確認とか結構やることあるんですよね。撮っとるのは知れとるんですけど、まあ、ミオちゃんの一番姿が出るのはゴルフで大笑いしとるから。あれいいですよね。あーすごーいって。ゴルフがいっちゃ楽しいかもしれないです。つい素の笑いだな。そうそうですよね。ただのゴルフだけだったら出ても楽しくない。あ、そうそうそう、絶対そうだと思う。騒ぐもんね。あーすごーいって感じ。本日やっぱりいつもいろんなことやってくれるんですよ。そうなんですよね。踊ってくれたりいっぱいやってくれるんで。今日なんか機嫌良さげ。思ったから、これの方に打球が飛んだ場合は、ファーと加入をお願いしますって書いてあるの。隣のホールに打球が飛んだ場合はフォーッ。お願いいたします。それさ、ショートさんがでも撮りたい。お願いお願い。いい相性ですよね。たまに生意気になったら腹立つことが起こるし。ありがとうございます。ありがとうございました。わざわざおいしいおしゃべりすいません、本当に。練り替え道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日大阪で、7月17日日曜日名古屋で、とび職限定の建設業交流会を行います。社長さんだったりとか、一人親方の方、まあ、個人事業主の方、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。おお、撮れましたね。わおおはようございます。おはようおはようございます。ついに最終日いけるな。出してたじゃん。出しちゃいました。目指していいじゃん、目指していいじゃん。家の乗り換えってやっぱ後の方に回しちゃうんですよ。相当あちこち傷んでたと思うんだけど、はい、今それが補修されて、うん、なんか持ってたんだけど、やっぱり知りたいのはどこでやって補修したか、そういうのは知りたかったかなと。あ、前言ってましたね、うん、そういうのが写真にあると安心できるなって、うん、まあ、要は、まあ、色って、まあ、客の方は決めて言ってもらう感じだけど、補修って乗っちゃったら分かんない。そうです。あ、そうですね、補修箇所が。なるほど。自分自身の状況が、うん、だから表向きはいろいろ CD をはばれたり分かるんだけど、旅行とか俺は特にうちに行かないから。途中で不安にもした、まあ、その辺はあるのかな。あ、そういうこと、先頭まで気づいてやったから、これをこうやりました、こうしました、うん、みたいな。多分、ね、どのお客さんとも綺麗に見てもらったって満足は相当あると思うんだけど、ね、うん、ただ、まあ、不安要素としてはやっぱり、うん、不安しかないので、最初は料金も不安だし、はい、まあ、どんな工程でやってくれるかも不安だし、不安要素が大きいと思うんだ。他に何か気になることあるんですか。気になることはもうあとはさっき言ったことぐらいだよね。補修をもうちょっとこういうとこやったよ、こういうとこやったよとか、うん、で補修の時だけでもこんな状態になってて、うん、このようにやりましたよっていうだけでもだいぶ安心感増すのかなと。ああ、そうですね。もしそれが改善されるのであれば、はい、他のお客さんも安心するだろうし。ああ、まあそうですね、うん。どこまでもそうだけど、全然知恵がないんだって、うん、多分職人さんとか分かってやってくれてる、分かってるからやってるんだけど、うん、知恵がないのは不安でしょうがない。そうです。あ、そういうことですね。反対に
どこも補修するとこなかったですよっていう方向もまた怖いと思うんだよね。ああ、そうですね。ペコちゃん、ペコちゃんの仕事どうですか。ペコちゃん、ペコちゃんフットワーク軽いよね。フットワークだけです。浮いてなかったですか。浮いてるかもしれない。浮き足立てなかったですか。軽すぎて。多分ペコちゃん最初だからうちがこの色を指定した時に相当頭が抱えたと思うんだけど。ちょっと心配なのかな。入っちゃったな。一人でちょっと決定するにはちょっと勇気がいる色だったなっていう。案外こういう色もありなんだっていうのは勉強させられましたね、逆に。横だけ見るとあれですけど、この黄色と黒が入ることによって。ああ、でもそうですよね。今日ちゃんの大事にしたいサンプル版の色になります。写真で描いてる場所違うんだよね。そうなんですよ。なんでそこをどうしても私は推してるので、基本的に私カラーシミュレーションは出したくないんですよ。皆さんやっぱシミュレーションの方でイメージをしちゃうので。あとで揉めるね。そうなんです。全然色違うじゃんって言われちゃうので、私はあくまでも絶対に塗り板で決めてくださいって。だからそれ見て、疑問視してる。毎回描いてるでしょ。毎回そうです。どの色でもそうなんですけど。結構揉めるでしょ。あれ赤か白か黄色かぐらいしか違いわからないのに、うん、1個さ、この黒のもう1トーン黒いやつもシミュレーション作ってくれって画像で見たら、まあ、確かにちょっと濃いんですけど、もうそもそものベースがもうだって印刷機で全部変わるし、もうその色もコンピューターでじゃあこの色ってやってるわけじゃないんで、感覚でやってるよね、ディズニー映像を。そうするとじゃあ日の当たり方でも全然変わるじゃないですか。です、夜見るのと昼見るのと全然違うし、だからシミュレーションで見たら多分もうちょっとオレンジが暗めの。そうですね。あ、そうですよね。素材で変わっちゃうんですよ、ボコボコしてるやつだと思ったら。濃くなるし、まったりなやつだと反射率高い。でも難しい、そこも難しいよね。そうそう、色は本当に、なんで色で揉めることが一番バカバカしいじゃないですか。そうそう、でなんかやり方が悪かったとかで揉めるのは、あ、すいませんとか改善点になるけど、ね、色っていうのは、まあ、まあ今の損ないな。ちゃんとみんなも警戒しようとか、ちゃんとやる、説明するし。多分色を選ぶのは客側の頃だし、それをなんか多分イエンコはじゃあもう一個黒いやつでちょっとシミュレーション作ってやり始めちゃうんで、でどんどんもうシミュレーションも迷宮化していくし、じゃあもうこれって言ってね、言ったら全然ちゃうやんみたいな。多分そういういろんなコメントでもあると思うんだけど、はい、全然想像と違うじゃん。ああ、いや、こっちからしたら選んだのあなたじゃないですか。ああ、そうですね。まあ塗り板も絶対出しますから、ね、板はもう絶対あのプロで塗ってあるんで。いや、塗り板はもう最後の責任、勝手に塗ってたわけじゃないから。ああ、そうですね。というような本で理解しないとダメだ。ペコちゃんの評点もらってないですか。私の評点、フットワークが軽くて、フットワーク軽いぐらいで止まってますね。じゃあペコちゃんは 99.8 ぐらいにしよっか。もう仕上がりで、こっちの仕上がりの方がいいんですか。 0.2 は何ですか。まだこれからも伸びしろがあるだろう。ああ、なるほど、なるほど。ありがとうございます。感謝いたします。皆様皆様感謝をいたしております。我々本当に感謝しております。なんかすごい宣伝してる。いや、でも嬉しいですよね。その 0.2 がダメ出しじゃなくて、そのこれからまだ伸びしろがあるでしょって言ってくださるのはすごい嬉しいですね。練り替え道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日大阪で、7月17日日曜日名古屋で、とび職限定の建設業交流会を行います。社長さんだったりとか、一人親方の方、まあ、個人事業主の方、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。じゃあ視聴者の皆さん、はい、まあ、3週、まあ、もっとですか。最初から入れると組み立てで、途中最後足場の解体とちょっと続いたんで 99.9 だった。 9% で、まあプランナーの 99.8 いただき、はい、まあ、まあ良かったんじゃないでしょうか。はい、まあね、改善点としては、まあ、もうちょっとやっぱシーリング時の、まあ、補修箇所の報告というか、まあ、そこを上手に、じゃあ仕事量しとるところでも手間ないに使えるとか、ね、なんかちょっと仕組み化して誰でもできる、まあ、職人もあれですよね、仕事の手も止めずに、なんかうまいこともうちょっと連絡もみたいな、で、まあ、写真も、ね、不安要素が消してくれるのが、ね、お客様の不安を改善するなんか仕組みみたいなのを作ってほしいっていうので、一応 0.2 マイナスポイントになりましたが、はい、
何かお見せいただいて、はい、感謝じゃないですか。感謝です、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやらしい声が大阪の商人みたいな。はい、はい、また皆さん、あのぜひ二階道場で外一つも頼んでいただけると嬉しいですね。嬉しいですね。もれなく社長が来ます。行っちゃうかも。また見てリュウジの利用、リュウジさんそこにいるから、いいかいいか、最後手振っといてください。ありがとうございます。